はいどうも皆さんこんにちはアリトマ兄弟のアリトマと弟の弟トマです。えー、はいということでねまあね夏休みもね、まあ、終盤にさすがかりまあね本当に気分が憂鬱な今日このご本日はですねまあ青鬼2いのまあねこの最後の最後こちら旅人編序章っていうね、まあ、こちらの方をやっていこうと思います。本日はね、まあ、私有マがやっていこうと思います。おう。んなんだこれ。 ここはどこだうん。はまりからなんか病院。航海中に荒波にのまれて。何るほど。ほら。ほら。航海中にってさあれじゃん。あの船のやつだよね。船だよね。船ってことはやっぱりこいつはあれだね。島になんか流れ着いたらしいな、うん。とりあえずなんか調べて。こいはもうみんな知ってん 車い錆びていて動きそうもない方法点滴パックがある青く濁っている何を点滴してんのカッター手に入れたでまぁ、あ、カッター手に入れてまぁ、あ、セーブねマジであのこの世界は本当にねあれだからなあの一回でもアイテム取ったら即セーブしていかないと生きていけない状況だから

今のところ取っているものは今のところカッターしかないんだけどなんとなく分かってきたよこのカッターをこれはい診療室の鍵を手に入れてセーブ罪とそう、うで罪ですねしょうもなお前お前これでお前ねあの俺が驚くと思ったらもう大間違いそうもう何年やってると思って さすがに大丈夫だと思う椅子が置いてある特に何の意味もないのかバールでしょバールでこじ開けるどこかをこじ開けれるあったかさすがにまだ青鬼は出てこないと思うんだけど逃げれないからね普通はあのね青鬼が来るのはね 逃げれるときだから今はまだ多分大丈夫だと思う。おっとベッド怪しいね。なんもないね。これはよし。待って。待って。セーブ消えたぞ。ということは、まあ、青には来るけどどうやって逃げるみたいな。 全然余裕だからどうやって逃げるはい。あら、だ,らだいぶ余裕ではない。ーはいー。<laughs> 神回避そう。やっぱりね、何人はいかなる時にも、やっぱ何その、希望を絶やしてはいけない。希望を絶やしてはいけない。言って何誰が言ってたそれは。ありとまが言ってた。有り <laughs> か戻ろう。戻ろう。戻ろう。って言ってたから。 秒数はどこかに手がかりがある。引き出しだな。やっぱり窓から見える。隣のお屋敷に人がいないか見てきます。化け物が入ってこえないように施錠しておきます。安声にほう。いや、初めからこれ見とけばいいじゃんは。はお屋敷お屋敷が見える。ここ。おー、物騒だね。うん、何かしらはあると思うから。 行って損はないと思うね。でここ本がたくさんある。あ絶対なんかあるんだぞ。錆びていて。いや俺には分かっちゃうんだよな。ここをバードでしょ。オッケオッケオッケ。素晴らしい。 で、進んでるからとりあえず穴の中に入るおなんだこれは何か書いてある避難訓練について重症患者看護師医師から逃げてくださいと了解ですこれは多分何らかの番号だな重症患者看護師医師ほういろんな薬品が置かれているあ どうしようこれどうしようこれいや俺には分かる病室に入れば大丈夫最悪神はこの世界にいなかったっていう確定青鬼確定青鬼であればでももう小にはもう分かってるってゴーはい。待って赤い伊勢が。 待合室。患者待合室である。ほうほう患者待合室。患者待合室。なるほどね。赤。赤。黄色。ってことはこっちは青さくねわかったぞ。青だ。青がある。で、ここは医師室。なるほどな。患者。患者。赤。 赤赤赤、黄色青赤赤黄色青とか赤赤黄色青さすがにきついわわにゃわかる何かがある賃貸模型え腕が取れているようだって <laughs> ことはどっかで腕を拾ってこなければならないそうだそうに決まってる 腕を拾わないといけないからどっかに腕があると俺は信じているよーってことでえ青鬼って性別男なんだへえー、しなかったいや俺もでえー、っとここで OK そうもうね一回ねもうあの分かったらもう次は死なない俺ねそうこういうふうに 人間もね、成長していくんです。青鬼って、やっぱ、そういうゲーム。だからうん。窓ガラスにひびが入っているよう。なるほどな。メス。使えないわ。あ、バーで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 。暗い。暗い。外は雨が降ってう。う、う、う、嘘でしょ。え、なそれだけ。嘘。えー、嘘だ。嘘だぞ。いや、世の中厳しいな。 え何なんもない本当に。う。何これ。青。青。青いね。え。なんもねえの。なんもねえの。なんもねえの。嘘でしょ。勘弁してくれよー。 待ってよくよく考えたらさそうじゃんほらやっぱりなんかね戻ってきてあったんだよ人体模型の腕がじ人体模型があったんだよでここにもう多分いるよくらえ可能なペットボトルでセーブしまーすダンスイレ女子トイレどこにあじゃあここだここ ここでペットボトルでしょどうせ完璧完璧さあ浮かび上がらせるんでしょほら水が出そうなよう様子はないっつってたもんなオッケーよくよく見といてよかったわはい9365はいゴーお終われるので終われないどうしよう どううしようみんな神様、うん、くそ、こういう時は<え>いやでもいや<え>でも俺には何この村人専用ボックスあっからああもうなここでさマジで終わんのやめてそれは最後まで終わないとさ青鬼ダメだよもう俺どっちの味方してんの出てきたってこと明らかにここになんかあるやっぱり。 でドライバーが手に入るさあでここのこの雲はなんも関係ない電源がつかないっていうことはどっかでコードだな電源コードを持ってくるということでしょうさあなんだタイヤのネジこれじゃねえかこれじゃねえかドライバーくらい電源コードはやっよまあ確かに本がたくさんあるこの本とかっていうのは関係ないのか でここのこのたけしボックスなこれ一見隠れられそうに見えるけど実はここね隠れられないんだよね。で電源コード5。えー、これ35789は124625689は134715679はね一123456789。1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ってことは、左にないものが、右に欲しいわけ。例えば、これ三五七八九だったら1。一二四六を足し上げると1、一二三四五六七八九になるってことは1。一五六七九ってことはえと、えっと、二三四八。二三四八五。嫌い。暗い三四八。青鬼で。こ。あ、いない。あ、でもね、さっきは、入ったいた。 広い広いこええ。い,いけど怖い。怖いこっち。え、けないとこ多くね鍵かかってここしかないじゃん。怖いよ。怖いよ。待って。何か見える気もするが薄くてわからない。見ろよパカッパカーってか。ここはなんもない、ね、倉庫の鍵を手に入れた。倉庫 倉庫なんていいっていかなくて<え>もう俺はもうね分かってた俺はちゃんと分かって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 いたそうそうですこれ俺はちゃんと俺分かってたからまずい,まずいこっちこっちはいオッケーここに何かしらの物があるはずだ物言うのう明らかにないんん何もねえ嘘だろ 何かあんなスイッチをしちゃいます。部屋を暗くした。え、これでいいのこれ。いや、多分暗くした何かがわかるところじゃない。ここじゃん絶対これじゃんこれじゃん汗さやさやがってよ。はい何か浮かび上がってくる。え目目。目,目。まつげ、まつげ、まつげ。<laughs> お前そんなわけないだろ、お前。<laughs> お前全部目だろ、お前。なんでまつげがあんだよ。ええー、ちょっと待って、<laughs> これは。 これは目、まつげ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 って感じだからそう、目、まつげ、目目、まつげ、目、まつげ、目まつげ、まつげ、みたい,、まつまつみたいあってよ待ってよもう、俺完璧です分かってしまいました、これあ、マジでこれなんでさこれ三つの段かなって思ったら 右っ側のこのトイレじゃん。で、開け閉め開けってこと要は目がパッて開いてるのは開けて、開け閉め開け閉めで、下に下開けて上開けるみたいな感じ。じゃあきます。はいせーの、パカパカパカ。パパカカみたいこれ何が楽しいパカパカって、そしたらここ、そしたらここパカして、で、あとここパカってやカ お。あれ、パカパカ。嘘でしょ。え、嘘でしょ。正面玄関の鍵。いつだけなに、逃げれんの。お題、譲さない。<笑><笑><え>ど、どうやって逃げるか。いや、違う違う違う。どうすんの。まさか、お前。逃げるのか。こっちへ帰って。お前ますか。<laughs> 私<は>勝ったじゃん、おめでとう。やば。え。こいつ。 スーパーマンまさかあれあ,あれ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 しかし何うんででこれ,これはねこれはほう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 ううん、うん、ね私はそこで初めてわかったのです この島が誰もいない廃墟の塊であり今では化け物の巣窟になっているんだと私はもうどこにも逃げ場はないのだとえそこからだってさ飛び降りればワンチャン、ね、海だから助かる可能性はあるんじゃないあ終わった終わった <laughs> ああじゃあなるほどねまああの旅人さんはまあ小田物ということでねはいまあ、ありがとうございましたはいということでね本日無事青鬼2完璧にクリアいたしました あ、ね、ありがとうございます。<laughs> ありがとうございますいやーね結構ねまあボリュームがはいまああったねまあものと、まあ、なりましたね。青鬼2もね。じゃあ次回からちょっとあお3の方にはいやっていきますのでぜひお楽しみにねしていただければなと思います。この動画面白いと思った方はぜひチャンネル登録と高評価もよろしくお願いいたします。ということで本日もご視聴ありがとうございました。